何これ、イカスミのスープ、イカスミのスープ、うん、飲んでみてください。マジで、ちゃんとリポートして。いやこれイカスミのスープ、イカスミのスープ、また汁っていうそうです。はい、これ徳之島の名産ですか。徳之島も名産。じゃあ早速イカスミのスープまた汁飲んでみたいと思います。飲むんだ。うそ、飲めるよ。なんでそんな話してるの。それでいいんですか。顔つけないで絶対。え、顔につけ、顔つけるとかおかしい。顔つけダメですよ。絶対。落ちなくなっちゃうからね。ちょっと汚れちゃったじゃねえかよ。美味しい。すごい美味しい。まず徳之島の名産また汁おすすめです。ぜひ皆さんも飲んでください。ありがとうございました。ありがとうございます。最後の集合写真だけ。イエーイ。はい、チーズ。ちょうど小原君の YouTuber 兼芸人なんです。はい、やっぱり YouTuber。 細長いの。そう、はい、いや、まあ、勝手に思ってました。正直卓球が陰キャっぽいって。いや、お前陰キャなんだ、お前は。いや、卓球部は全然問題ないんだけど、お前は陰キャ。うるせえ。